さすが、アメリカ際行動には、日本も見習ってほしいものです。あの F-15EX 戦闘機が、もう合同訓練に参加しています。今回詳しく見ていきますが、データリンクなどのテストも兼ねて、訓練しているのかすごいレベルです。アメリカインド太平洋軍は2021年5月3日から14日までの予定で、空軍、海軍、陸軍、海兵隊4軍合同の大規模演習、ノーザンエッジ2021を実施中であるとしている。この大規模合同演習はアラスカ州で展開されていて、同州にある。エルメンドレフ・リチャードソン統合基地、ウィールソン空軍基地、アレン陸軍飛行場、フェアバンクス国際空港、テッド・スティーブンス国際空港、ジュノー国際空港とワシントン州のフェアチャイルド空軍基地と、ルイス・マコード統合基地などが使用されることになっており、空母打撃群など海軍艦艇6隻や航空機240機などが参加する実戦を想定した。高度な総合演習であるという。これは中国による台湾、南シナ海、東シナ海への軍事的脅威を牽制する意味合いがあると見られているのであるが、この演習に2021年4月にフロリダ州のエグリン空軍基地に所属する第53航空団第85試験評価飛行隊に配備されて、試験中の F-15EX、イーグル2の参加が発表され注目されている。第53航空団からは、F-15EX のほか、パイロット、整備士など数百名がアラスカに派遣されていて、F-15EX の運用試験を兼ねた各種の想定シナリオに基づく。演習による確認と検証をするものと思われ、最新鋭ステルス戦闘機 F-35、ライトニング2との統合運用による相乗効果の確認、検証も行われると見られている。空軍各基地からは、F-35AB や52爆撃機や偵察機 U-2 に加えて、無人偵察機 MQ-9、リーパーなどが参加するほか、海軍からは、空母、セオドア・ルーズベルトとインド、太平洋艦隊第9空母打撃群のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦、バンカーヒル、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦、ラッセル、および、第11空母航空団の FA-18、ホーネット、EA-18 ギガ、グラウラー、E-2C、ホークアイなどが参加するほか、マキンアイランド、両用即応グループのワスプ級強襲揚陸艦、マキンアイランド、ドック型揚陸艦、サマセット、アトランタ級軽巡洋艦、サンディエゴが参加し、同両用即応軍所属の第15海兵遠征部隊も参加している。空軍が主催となるこの合同演習、ノーザンエッジ2021。は高度な想定がなされた演習で、艦船や航空機個々の戦闘能力訓練であることはもとより、相互運用性の確認及び開発と向上を目指すとされている。空軍の F-15EX、F-15C、F-15E と F-35A、 海軍の FA-18、 そして海兵隊のF-35B などの戦闘機による航空防衛戦闘での連携や互いの近接航空支援、さらには空母艦隊への攻撃連携などのほか、海兵隊の上陸戦闘訓練支援など、総合的なシナリオが用意されていると考えられ、大規模な訓練を通して現代の紛争において想定される戦術なども確認しつつ、
F-15EX の有用性も検討されるのであろう。F-15EX は2021年4月に空軍に試験初号機が引き渡され、エグリン空軍基地においてイーグル2と命名され、現在は2号機まで納入されていて、2024年の配備、運用を目指している。空軍が機体を寄せる F-15EX は複座式で、これまでの F-15CD との違いは、飛行制御装置がフライバイワイヤ方式であることのほか、AESA、アクティブフェーズドアレイレーダーやデジタル電子戦システムの採用に加えて、ミッションコンピューターは、1秒間に870億回の演算処理能力を持つ高性能となって、状況分析と情報を、パイロットにデジタルコックピットを通して提供でき、これによって、パイロットの作業負担を軽減するとされている。また、機体の耐久性も従来型より強化され、9ギガの重力がかかる状態でも、戦闘能力を発揮できるようになり、メンテナンス性も大きく向上しているのが特徴であるという。F-15EX では、最大 13.3 トンの兵器を搭載することが可能で、空対空ミサイルを搭載するハードポイントが12箇所ある他に空対地、空対艦ミサイルを搭載できるハードポイントが15箇所あるため、重武装が可能で、それらを複座の後席の搭乗者が制御するようになっている。原型の F-15 イーグルは、ボーイング社、開発当時はマクダネル。ダグラス社が開発して、1976年から正式採用となった第4世代戦闘機で、40年以上経った現在においても、拡張性の高い高性能戦闘機として、米空軍ではもちろん、日本の航空自衛隊、F-15J や韓国、イスラエル、シンガポール、サウジアラビア、カタールなどで、主力戦闘機として現用されている。第5世代のステルス戦闘機として、F-35 や F-22、ラプターの配備を進めているアメリカ空軍であるが、なぜ、今更この F-15EX を必要としているのかについてはいくつかの理由がある。アメリカ空軍が F-15EX を導入するに至った理由の一つは F-35 における運用コストの増大にある。一説によれば F-35A1 機を1時間飛行させるのには$45,000かかるとされているが、F-15EX ならば$27,000とされている。それぞれの1機あたりの購入費は、F-35 が$9,000程度まで下がったため、F-15EX の$8,000とさほど差がないのであるが、導入後のコストを考えれば納得できる理由であると言えよう。また、もう一つの理由として、F-15EX が持つ性能のうちで、F-35 が、叶わないものがあるとされている。F-35 は、第5世代のステルス戦闘機であるが、そのステルス性を発揮するためには、ミサイルなどの兵器を機外に搭載することができず、機体内に収容するウェポンウェイのハードポイントにしか装着するしかなく、10箇所のハードポイント、そのうち4箇所は空対空ミサイル専用に、7トンの兵器しか搭載することができないのだ。ステルス性を無視して、すべてのハードポイントに兵器を搭載する。ビーストモードであれば、
10トン近くの兵器を搭載できるのだが、その場合は航続距離を伸ばす燃料の増装タンクは装着することができない。それに比べれば F-15EX は増装タンクを装着した上で最大 13.3 トンの兵器を装着できる上に、複座であるためにパイロットが操縦に専念できるので負担が少なくなる利点もあって、ステルス性を必要としないシチュエーションでの対地攻撃であればどちらが有用であるかは一目瞭然である。これらのことから米空軍はそれぞれの特徴を生かした運用を考えており、例えば敵戦闘機との星空戦闘や地対空ミサイルが配備されていて防空体制が整っている敵地への攻撃など、ステルス性能が要求される任務には F-35 や F-22 を当て、防空体制が整っていない敵地への攻撃には F-15EX を当てることで対応を可能と判断したのである。なお日本の航空自衛隊も当初は F-15J を改修して延命させることでコスト削減を考えていたのであるが、改良に必要な費用が当初の見積もりから膨れ上がってしまったために現状では見送りとなっている。